ここか。お疲れ様です。おう、どうなってんだ。あ、第一発見者は付近の住人です。昨晩遅くにここで何かが燃やされているのを発見したとのことです。で、仏はどこだ。奴に任せるか。Thank you.
すみません、今日はもう閉店ね。あら、時坂くんだったの。今からだと入れ直すのに時間がかかるけど、いいかしら。そう、それじゃあ私ももらおうかな。だってもうお店は閉めちゃっているもの。した麦焼酎よ。あまりお酒は出ないお店だけど、それでもいいものを揃えているんだから。まさかこのくらいで酔うわけないじゃない。順調？それがいいわよ。仕事のしすぎで体を壊しちゃう元も子もないから。だといいんだけれど。休めるうちに休んでおいた方がいいわよ。しておいてあげる。私も飲んだしね。私がおごりたい気分だったのよ。ありがとう。ええ、おやすみなさい、時坂くん。風が気持ちいいね。
したんだい？ううん、なんでもないわ。見てごらん、月は綺麗だよ。そして湖面に映る月もゆらゆらと揺らめいて、なんとも幻想的だと思わないかい？ええ、とても。そして君も。意味がないじゃないか。そろそろ帰ろうか。もう少し一緒にいてもいい？仕方ないな。それでは家まで送っていきましょう、お嬢様。